津軽は海上自衛隊の布設艦、旧海軍の巡洋艦、津軽、布設艦、津軽に続き、日本の艦船としては三代目。同型艦はない。本艦は海上自衛隊初の国産新造艦である。旧海軍の初島型電乱布設艇を参考にして、旧海軍技術者からなる船舶設計協会に依頼して設計された。基地や港湾の周辺海域に、 水中超音監視装置の付設することを主任務とし、その特性から秘密事項が多く建造当初は補給工作艦と呼称されていた。艦の構造としては艦首にケーブル付設用のシーブを備え、環境下に大型ケーブルドラム、中央部に電線庫が2箇所、5トンデリックが備わっていた。それ以外に特徴的なものは機雷付設用装備とソナーを含む、 対戦戦装備が備わっていたが、これらの装備は相場な的設計方針の下で求められた結果であり、運用上あまり意味のあるものではなかった。津軽は昭和28年度計画艦船1号艦として、三菱日本重工業横浜造船所で1954年12月18日に寄港され、1955年7月19日に浸水。 1955年12月15日に、収益し大港地方隊に編入された。1957年9月1日、横須賀地方隊に編入。1961年9月1日、第二総海大軍が新編され、直轄艦として編入。1967年に、深海洋精密促進機が装備され、 1969年7月10日から1970年4月20日までの間、三菱重工業横浜造船所において特別改造が実施される 20mm 基準を除く並走が撤去され新たに水中機材付設装備が備えられたこの改造により艦首と環境を中心に艦姿が大きく様変わりし排水量も新造時の倍以上となった 1972年8月21日午前0時42分、明石海峡で小型貨物船第二天神丸と衝突した。津軽の左艦首と第二天神丸の音源中央部がぶつかり、第二天神丸は沈没し、乗組員3名のうち2名は津軽に救助されたが、1名が行方不明となった。なお、津軽は左玄艦首がへこんだ程度で他には異常がなかった。 1977年1月12日、不施艦は、嫌い官運転から、特務官運転に類別変更された。1980年3月17日、老齢化により、不施艦から、特務艦に種別変更され、艦籍番号が AS、ASU-7001 に変更、海洋業務群に編成がえ。1990年3月15日、除籍。 翌1991年4月から装備の撤去と加熱板装着による実感標的への改造が行われ、1992年4月に若狭湾へ開港、標的として用いられ、処分された。海上自衛隊ニュース、世界の艦船台183号、解任者、1972年11月、106ページ、除籍自衛官、もがみ、津軽の元凶、 世界の感染第443号解任者1991年11月123ページありがとうございます。